Detox Lounge, powered by R&B Lovers Club. 我々 R&B Lovers Club ついにイベントを開催します。決定しました。はい。いよいよ念願の、念願のリアルにライブトークアンドパーティーイベントを開催するということで、はい。はい、今回ですね、書籍オルタナティブ R&B ディスクガイドの刊行記念イベントとして、我々デトックスラウンジとのコラボイベントが9月25日に開催を決定いたしました。イエーイ、はい、こちら詳細はね、また後ほどじっくりお伝えするんですけれども、うん、今回このイベントに登壇してくださるスペシャルなゲストを番組にお招きしております。音楽ライターの川口真希さんです。川口真希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。いや嬉しい。川口さん、ご降臨されたということで、はい、ご降臨していただきました。早速ちょっとご紹介お願いします。はい、川口真希さん、横浜出身の音楽ライターでいらっしゃいます。大学在学中にライター活動を開始、ブラスト、BMR、ミュージックマガジンといった雑誌やウェブサイトへの寄稿のほか、メアリー・ジェブライジ、キーシャコールなど R&B ソウルアーティストのライナーノーツを執筆、アイ、ジュジュ、宇多田などオフィシャルライターを担当、そしてビヨンセ、アッシャー、カニエ・ウエストら R&B ヒップホップアーティストの対面取材経験も多数、プライベートでは一児の母でいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、いやもう本当に川口さんの文章で育ってきたって安井さんよく言ってらっしゃいますよね。はい、もうね、ここにも書いてある BMR だったりとか、うん、先月番組内でもご紹介した90年代 R&B ヒップホップディスクガイドって、ね、分厚い、はい、オレンジ色のね、うん、僕のバイブルがあるんですけども、はい、それでも川口さんの R&B にまつわる文章を見ながら僕はすごいいろいろ知識を得たりとかしていたので、うん、こうしてね番組にお越しいただいて、うん、嬉しい限りです。ありがとうございます。こちらこそ。で、学生時代からね、はい、書いてたんですよね。はい、そう、この間実は私、渡辺志保さんと、はい、真希さんと3人で飲み会をするっていうのがあって、もうそこに潜入させていただいたんですそれもう番組にした方がいいじゃないですか、ね、そんな豪華なメンバーめちゃめちゃ楽しかったんですけど、その時にもねちょっとお話ししたんですけど、その若くして飛び込んでいったっていう、そのこのライターとしてね学生をやりながら、まあ、もう、そう、うん、もう記事をガンガン書いてたってことですよね。そうです、そうです、そうです。いや、叩き上げなんですよ現場叩き上げ音楽ライターということで、いやもう日本の多分 R&B にまつわるいろんな情報を、はい、たくさんこう書いてこられた方なんで、今回はねいろんな話をちょっと聞かせていただきつつ、はい、恐縮です。R&B 愛をたくさんデトックスしていただきたいなと思っております。はいはい、そんなこんなで、始まりました、R&B シンガーあいみとダンサー DJ のやちいみがナビゲートする R&B ラバーズのための憩いの場 Detox Lounge。 さまざまな表情を持つ R&B の中でも特に癒し効果にあふれた楽曲アーティストに焦点を当てて、レッツリラックス&デトックス、あなたの音楽ライフを緩やかに彩ります。前回はね、暑すぎる2024夏 R&B でクルーダウンしていこうっていう回をさせていただいてね、まだ暑いですね、はい、なんか全然暑いんですけどねまだまだクールダウンが必要なんですけど、今回は前回の番組の最後の方にもお話ししたんですけど、2024年の R&B って今どんな感じで盛り上がってんの、なるほどっていうのが一発でこう一目見ればわかるみたいなマップがあったらいいよねっていう話をして、はいはいはい、R&B シーンの R&B ランドのマップを作ってみようっていう、うん、いやすごい膨大なことに取り掛かったなっていう感じなんですけど、そうなんですよね。しかもそれを八千代さんに丸投げするという私のまあだから今回ね、僕がちょっと叩きというか草案みたいなのを作ったんですけど、うんうん、まあ、今日は川口さんもいらっしゃいますし、うんうん、皆さんのね、ご指導をいただきながらまあみんなで完成させていければなと思うんですけど、ラバーズクラブの皆さんにもね、はい、ちょっと見てもらいたいなと思って叩きを八千代さんが作ってくださったんですけどこのデトックスラウンジの、この回の概要欄にリンクがあって、はい、マップはこちらって書いてあるので、それをポンと今ブラウザに開いてもらって、ぜひこの、はいはい、この後のねトークを聞いていただけたらと思うんですけれども、はい、私たちも今見てます、はい、なんか会社のプレゼンみたいで嫌なんですけどこれ面白い、ね、有識者の皆さん全然違うぞみたいなのがあったら本当に突っ込んでいただいて数限りなく今 R&B のアーティストの方たちがいて、うん、まあ、新譜が出続けてる状態で、うん、はいはい、
まずどういうふうに分けていこうかなと思ったんですけど、うんうん、これまずポイントとなるのは、横軸縦軸ですよね。そう、なんか、まあ、大きく分けて、まあ、R&B は歌じゃないですか。歌の音楽なんで、はい、まあ、ボーカルで、1個指標を作ろうと思いまして、うんうん、まあ、R&B といえば、まあ、ゴスペルルーツなシンガーの方々もいらっしゃるので、うんうん、いわゆるそういうゴスペルをルーツに持つようなボーカルスタイル、うん、濃い口って書いてあるのが面白い、ね、まあ、それと、まあ、それこそ10年代以降オルタナティブ R&B でも顕著になったような、うん、まあ、ベッドルーム商法だったりとか、うんうん、あとは、まあ、ラップシンギングに近いものだったりとか、うん、ちょっとそういう対比を、はいはい、横軸で置いてます。で、縦軸の方はサウンド面で、置いてまして、はい、まあ、よりダンサブル、うん、テンポがあるものと、それこそ最近顕著になってるどんどん結構テンポがゆっくりになっているっていうんだったりとか、うん、そういうテンポ感、うんうん、踊れる感じっていうのを縦軸に置かせてもらいました、うん、どうですか川口さん、パッと見ていや本当にね、一口で R&B シンガーといってもこれだけいろんなタイプがいて、いや本当ですよね。でも本当どれも好きだし、うんうん、いや、八千美さんお疲れ様でしたいやね、本当に結構これダッシュで作ったものなんで、うん、いろいろね、いやいやツッコミを入れていただきたいんですけれども、大きい丸、大きいカテゴリーとしては、うん、いわゆる R&B の王道の、うん、マナーに沿ったものというのが、うんうん、まあ、なんか右上の方に当たるものになるのかなと思うんですけど、うん、濃い口のちょっとダンサブルな感じのね。そうですね、まあ、どれも R&B マナーではあるんですけども、うんうん、いわゆるなんかメインストリームの R&B っていう感じなのかな、うんうん、90年代以降特に、うん、まあ、クリス・ブラウンとかに代表されるような、まあ、セクシーなことが必要不可欠なタイプの男性の R&B、うん、ちょっとマッチョな感じ、マッチョな感じ、はい、うん、ビーローとかも入ってます ね、はい、その隣に並ぶのが、まあ、新世代のフィメールヒップホップソウルということで、まあ、メアリー・ジェブライジとかの意思を受け継ぐような、はい、まあ、今の恋愛模様を歌った女性たちの本音がたくさん詰まったような、うん、ヒップホップソウル、サマーウォーカーであったりとか、うん、ケラーニだったりとかっていうのをちょっと配置させていただきました、うん、いや大好きです、大好きですここ正直ちょっと大好物ゾーンではありますよね。そうですね、なんか一つどっか選ばなきゃいけないって言われたら、うん、やっぱりここら辺にどうしてもなっちゃうかなっていう気は、まあ、ちょっととりあえずディズニーランド R&B ランド着いたら、うん、ここの新世代フィメールヒップソーポップソウルとセクシーメール R&B ゾーン行きたいなみたいな、うん、そこはマストだなみたいな、まずそこ行っちゃい、これは絶対行こうみたいなゾーンではありますよね。この丸の外にあるあのメアリー・ジェイとかアリアとかブランディとかアッシャーって書いてある、これはあのいわゆる、まあ、OG 枠ですね、はい、なるほどね、影響を与えた先輩枠みたいな感じでちょっと周りに置いてるんですけれども、はいはいはい、なるほど、そうそうそう、面白い。これで、その、あのダンサブルの右上のその枠の中に入ってるのでめっちゃ面白いのが絶滅危惧種 R&B グループっていう、あ、そうですね、ここもちょっと忘れがたいというか忘れちゃいけないフローとかね、ノーガイダンスとか入ってますけど、ね、もう本当絶滅危惧種に近くなってきてるんじゃないですか、うん、R&B グループっていうのは、確かに。あとアモーレスとかね、なんかいるけどね。そうですね、あ、入れ忘れた、アモーレス追加しよう追加しよう、そう、こういう感じでね、どんどん作っていくのがエリーズもね、出ましたもんね、うん、最近、うん、確かに。なんかいわゆるちょっと似た感じでくくられるのがシザとかって、まあ今の R&B のメインストリームど真ん中だと思うんですけれども、うんうん、シザの歌い口っていわゆるまあゴスペルとはまた違ったりとか、うんうん、でサウンドで言うと、まあ本人も公言している通り、うん、いろんなロックだったりの影響とかも大きいので、うんうん、まあ、少しサマーウォーカーに近いようなとこもあるんだけど、うん、まあトータルで見た時にサマーウォーカーとかちょっと遠い左下の方の枠に入れさせていただきました、うん、ここねちょっと名前がね難しくて、うん、まあ、今テンズオルタナティブからのメインストリームポップスラッシュロックってね、そうちょっとなんだよって話なんですけど、まあ、いわゆる2010年代に台頭したオルタナティブ R&B の形、うんうん、まあ、さっき言ったベッドルーム商法だったりとか、はいはい、アンビエントの、風潮だったりとかがあって、今はもうでもそれが
R&B シーンを超えて、うんうん、音楽シーン全体のもう視座なんてねど真ん中を走ってる人だと思うんですけれども、うん、まあ、フランク・オーシャンとかスティーブ・レイシーとか、チャイリッシュ・ガンビーノ、まあ、みんなボーカル的に言うと、うん、まあ、結構ポップスな歌い方、うん、もする、うん、まあ、あの難しいな、これもするってことなんですよね。それぞれの枠の中で、うん、まあ、もう収めるのが難しいですよね、うん、アーティスト性で言うとこっちかなみたいな、うん、どうですか。いや、もうおっしゃる通りだと思いますよでもそれがさらにこうメインストリームにもこうもう影響をガンガン与えているっていうのが、うん、この濃い口よりもあっさり口の方にねこうあって、うん、それがゆったり方面にあるっていうの面白いですよ ね、 そうですね。だからイメージ的にはその右側に寄ってる人の方が、うん、なんとなくですけど、うんうん、R&B を自認してる感じ、うんうん、確かにそういう感じかも。左側にももちろんそういう方いらっしゃるんですけど、うん、なんか R&B シンガーです、私は僕はみたいな風に言って、うん、てる人が多いのかな。私の大好きなジェネーアイコはエキゾティックヒーリングというね、このね名前難しかったんですけど、確かにソランジュもねすごいクロスオーバーな感覚を持つ方ですし、あとまあこの同じ枠に入っているのはイギリス以外のかな、うんうん、ヨーロッパ圏でのシンガーの方だったりとか、はいはい、まあ、ちょっとそういう異国情緒ある、ような方を入れたつもり。あ、シディベとかね、ラビーナとか、スノーもスウェーデンですもんね。そうそうそう、なんかやっぱ UK ソウルは脈々と続く UK らしさみたいなのあるじゃないですか。うん、ボーカルとか。確かに。それを受け継ぐのってやっぱクレオソルとか、まあ、最近あのタイニーデスクにも登場したシェーユニバースとかって、うん、すごい UK ソウルっぽいなっていう、うん、確かに確かに感じがするんですけど。あの面白かったのが全タイプ飲み込み系ポップスタービヨンセスラッシュブルノマーズこれを全て飲み込んでもうポップ、それよりもさらにこう広く音楽をその音楽としてやってるっていうお二人かもしれない、ね、うん、というイメージなんですけど、これ結構オルタナティブ R&B の書籍の中でも扱いが難しかった2組じゃないですか。ああ、ビヨンセとブルノマーズ、そう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 、ジャンルレスにもう程があるからね、うんうんうん、ビヨンセはともかくブルーノ・マーズは入れていいのかどうかっていうのは結構悩んだりもした。そうですよね、まあ、ブルーノ・マーズは全タイプ飲み込み系と言っておきながら、はいはい、コンセプトは割とピンポイントな方ではあるので、うん、確かに、うん、まあ、でもポップスに昇華するっていうところが、まあ、軸として一個あるのかなと思いました。確かに、そうですね、左上、まあ、ジャネットとか、シアラの意思を継ぐようなちょっとダンスポップ系、まあ、でもビクトリア・モネーってね、すごいいろんな要素がある方なんで、確かにちょっとソウルフルでレトロな雰囲気もあるけど、 でも楽曲をこう厳密にこう掘り下げていくと、そういうちょっとこう今っぽさというか、まあ、歌い方も結構曲によって振り幅があるし、この人は本当にどこにでも行けるっていう感じがありますよね。そうだからこれね、ちょっといろいろ他のテーブルにもお邪魔することが多いですね、ビクトリア。確かに。なんか誰か気になる人いますか、この中だと。そうだな、メイタとか、なんかこの前は来日ライブあって、うんうん、あれを見るとすごい R&B な人じゃない。そうなんですよね。すごい迷いました、メイタ。結構 R&B だな。R&B だなっていう感じだよね。ど真ん中な。ど真ん中な。受けたんで、うん、とてもテーブル分けに迷いました確かにそうだからね、あのソランジュとかと一緒にところ入ってるけど、うん、そこそあのシンセラフィメールヒップホップソウルのところでもいいような気もするし、ね、皆さんはどっちに入れますか、私はでもそのやっぱりさっきケイトラとがっつりこうやったりとかしてる印象から、もしかしたらなんか左上のこうダンスポップの方とかもうお邪魔できちゃうのかなとか思っちゃったりもして、だから、まあ、作品によって違うと思うんですけど、でもボーカルのスタイル的にはやっぱり言ってたみたいに新世代フィメールヒップホップソウルにかなり近くて、でもこの人たちって音源で聞くのとライブで聞くのでまた様変わりする。そもそもね R&B シンガーってそこが面白いところで、ケラーニとかも本当そうだし、ライブで化け物になる人たちが結構多いから、
まあ、そういう意味ではなんかデスティン・コンラッドとかこうデビン・モリソンとかもライブでも音源でも割と質感が変わんないみたいなアーティストの方がこのマップは割と忠実かもしれない。そう、これね、そもそもなんでこれやろうかって言ったのが、うんうん、たまたま別の海外のメディアで、うん、R&B 教室みたいな、なんか画像が上がってて、はいはい、要はネオソウルのテーブルとか、うんうん、それこそアッシャーのテーブルみたいなのがあって、うん、あなたはどこを選ぶみたいなのがあって、それがちょっと X で回ってたんですよね。そうですね、うん、でこれ今の R&B をそういう風に分けたら面白いんじゃないかなっていう、うん、で今回ちなみに、まあ、今の R&B といってももっとベテランいるじゃんっていう話もあると思うんですけれども、うんうん、一応基本的にはまあここ5年ぐらいに新作がちゃんと出ていて、うんうん、活動している方、うん、で新人の中でも、まあ、R&B のアメリカの R&B シーンで存在感があるような方を中心に選んだつもりです、うん、いろんななんかこう言い訳の伏線を張ってるんですけど、いやでもこれちょっと今回シェアさせてもらってみんなと、でちょっとこの人入れてほしいとか、うんうん、もう要注意すぎるって、この人は絶対入れてみたいな、そういうのもなんか会話 X 上でね、ハッシュタグ R&B ラバーズクラブとかでできたらめっちゃ楽しいと思ったの で、ね、はい、これまたちょっと SNS でみんなでわちゃわちゃやりたいなと。これバージョン1ですね。バージョン1です、はい、これからまたアップデートしていくかと思いますので、はい、クレームは受け付けておりません。みんなでこのパークを楽しいパークにしていこうという、はい、そうです、そうです、はい、そんな企画でした。この番組ではですね、はい、R&B で癒されてデトックスしていこうということで、デトックストラックっていうのを毎月選んでるんですけど、川口さんのデトックストラック聞きたい、気になる。教えてくださいということで今回ちょっと選んでいただきました。はい。本当デトックストラックっていうか、もうただ好きなのをなんか選んだ感じになっちゃったんですけど。最高です。はい。一応90年代、2000年代、2010年代、2020年代、うん、あと新風っていうのでちょっと選んでみました。最高。でまず早速90年代、うん、ミートコンディション、ラブイズフォーフールズ。知ってます？サントラワイルフールズフォールインラブっていうサントラに収録されてる曲で、ね、あの、はい、あれですよね、あのミッシーがサウンドトラックを全体でプロデュースしてたことでも、そうなんです。あ、そうなんですね。大半の曲はミッシー・エリオットとティンバランドがやってるんですけど、うん、まあ、この曲は全然何の関与もしなくて、うん、彼らは、まあ、あのケリー・ルイスっていう後にトリン・ブラックストンと結婚する、はい、そして離婚する、はいはい、メンバーがプロデュースしてるんですけど、まあ本当に最高、最高の哀愁、うん、最高ですね。もう遠目をして斜め45度を見て、はぁ、ため息をつく傑作となっているので、ぜひ聴いていただければなと、はい、タイトルからしてね、愛とは愚か者のためのものだっていう、いやその通りだよみたいな。真理、はい、真理です、うん、またストークリーのね声も相変わらず素敵なんで、うん、いや最高でしたこれ本当に。なんかお聞きしたところによると、ミントコンディションがライターデビューされたきっかけ、そうなんですよ、あのブラストっていう雑誌でライター募集をしてて、うん、その時ミントコンディションのサードアルバムのディフィニッションオブアバンドっていうアルバムのレビューを書いて応募して、うん、で賞をもらって、そこからブラストで書き始めたのが一番最初、うん、それがあの学生時代の話、学生大学3年生の時かな、そうで、そうちょうどなんかね就職活動どうしようかなみたいなことを考えてる時にあったから、で大学時代何をしてたかっていうと、レコード買うしかしてなかったから、もう大学時代の音楽好きだったわけですね、集大成というか、そう で最初その一冊ブラストで書いて、どんどん広がっていったって感じだったんだけど、なんでも本当ミントには足を向けて寝れないというか、そうなんだという気持ちも思い入れも強いのでちょっと選んでみました、はい、これはあの今回選んでもらったやつはあのプレイリストに、はい、あの全曲まとめてるので、ぜひ これを聴いた後でもこれを聴く前にでもね聴いてもらいたいなと思うんですけど、じゃあ2000年代のデトックストラック、はい、はい、もうこれはちょっとね、あの R&B ファンなら嫌いな人はいない大名曲なんですけど、うん、アリシア・キーズの If I Ain't Got You Some People ですよ。そうですそう、なんか何選ぼうかなって考えて、うん、結局これになったというか、はい、まあ確かに
何周もして帰ってくるってことですね。そうそう、他にもねいっぱいいっぱいあるんだけど、やっぱこれを超えるのはないかなとか思っちゃって、うん、アリシアの中ではやっぱりこの2作目の思い出とかですか。そうね、そう、うん、なんかファーストも全米1位になったりしてしたけど、そこまでなんかやっぱ話題には当時なってなかったような気がするんだけど、やっぱね、うん、セカンドでなんか大爆発って感じ、うん、そう、それこそブラストの編集部の子から突然電話かかってきて、うん、マキさんアリシアのニューアルバム聴きました、ボムですよボムって言われてで、まあ聴いてなかったから、うん、分かったっていうか送ってみたいなっていう会話をしたのを覚えてる。へえ、いやもうめちゃめちゃリアルタイムにそういう会話をねしながら書いてたんですね。面白い、ね、でアッシャー私すごいもう大好きなんですけど、はい、この曲に関してはアッシャーが入っているリミックスよりオリジナルが好きかなというごめんねアッシャーっていう、はい、カニエバージョンも好きですけどね。カニエバージョンもあるんですか。2010年代は2010年代は、フランクオーシャンのピンクプラスホワイトを選んでみました、まあ、オルタナティブ R&B ディスクガイドを監修した身としてちょっとフランクオーシャンの曲を選ぼうかなと思ったんですけど、いやこの曲めっちゃいいですよね、めっちゃいい、もう大好き、一番好きかも、うん、フランクオーシャンで、うんうん、そうかも私 もう歌詞もすごいね詩的でちょっと難解なんだけど、うん、すごいすごい素敵な歌詞で、うん、いろいろネット上に解説が出てくるので、うん、見ていただけたらと思うんです、ちょっと歌詞あんまちゃんと把握してなかったんで、うん、すごいの、そんで、うん、ね、なんせあのファレルがプロデュースでコーラスにビヨンセが参加してて、そうだったんですね。ベンジャミン・ライトっていう、まあ、R&B 作品の多くを、うんうん、まあ、ストリングスアレンジとかで参加してる、うんうん、まあ、大御所の人がいいんですけど、はい、まあ、そのベンジャミン・ライトもストリングスで参加してたりとか、最高で、でこの曲に関しては、うん、まあ、さっきも言った通りファレルがプロデュースなんですけど、うん、本当オルタナティブ R&B に実はファレルの力はすごく大きいと思っていて、うん、この話をイベントでしたいなと思っているので、あ、続き気になる気になる、はい、ぜひ足を運んでいただきたい。今人参がこう目の前にこうぶら下がられた感じになってますよね。ファレルがオルタナティブ R&B に与えた影響とは、そこの話聞きたいな。でもそれはなんか本の中ではあの語られてなかった話ですね。そう、なんか出した後に気づいちゃったというか、なんか詳しくはイベントで、はい、そうしましょう。はい、そして2020年、これ私セレクト聞いた時に、え、私も大好きと思ったけど、ちょっとこの曲なんだって意外でした。あ、本当？うん、もうこの曲ね2020年代、まあ今のところですけど、はい、2020年代ナンバーワン私の中で。わお、何ですか？はい、ハーのフォーエニワン。フォーエニワンですね。うん、でもどれくらい好きかというと、はい、あの Spotify のなんか年末のなんかよく聞いたベスト5みたいなの出るじゃない、はいはいはい、で2021年1位かだったの、うん、2022年も1位か2位だったのじゃあもうずっと聞いてましたんだ、っていうか新譜聞いてないのかいとか自分で突っ込んじゃったけど、うんうん、それぐらい聞いてる曲で、あのバックオブマイマインドっていうアルバムに、ね、はい、入ってる曲で、収録されている曲で、もう失恋ソングなんだけど、本当、うん、20代の時失恋してこの曲聞いてたらもうなんか立ち直れないっていうか、もうこのままそのブレイクアップをずっと浸っちゃうかもしれないみたいな。よかったと思って、いくらか年取っといて聴けてよかったと思って。でもすごい温かみがある曲だからね、うん、なんかそんなこうディザスターなあのサウンドではないんですけど。そうそうそうなんだけどね。あとは DJ キャンパーがプロデュースで。うん、ああ、そうだったんですね。で、MV も本当一人でしっとり歌ってる感じで、うん、最後に涙つるって出すのが、そう、キュンキュンソングですわ。キュンキュン、もうこれを聞きながら、はい、秋の夜長酒を飲みながら歌ってください。最高、最高。フォーエニワン、意外とねバックオブマイマインドよりもその前のハーの EP とか、うん、やっぱ話題になった方をチェックしてる人多いと思うんで、改めてちょバックオブマイマインドの中でもこうスローめなね、うん、フォーエニワン、これ隠れた名曲かもしれないですね、人によっては。アルバムのすごい最後の方の曲だから、うん、確かにそうなんですよね。みんなちゃんと最後まで聴けばたどり着けるから、うん、なんかさらに新譜まで選んでくださったんですけど、うん、はい、じゃあ新譜はね、イエラハサウェイのノーライ
フィーチャリングマイケル・マクドナルド。わーい。わーい。これ矢印さん、レイラ・ハサウェイファンですね。そう。めちゃくちゃ。無類のレイラ・ハサウェイ。実は私、レイラ・ハサウェイに、去年かな、ブルーノートの公演の後に、はい、楽屋にお邪魔させてもらって、はいはいはい、お会いして、普通にお話しさせてもらったんですけど、もうめちゃくちゃレイラ、優しくてなんか気さくで、うん、会った時に、Oh, I love your nails! とか言って、ネイル褒めてくれたりとか、もうなんか、天使っていう感じで、でそのブルーノートのライブにもパッと出てきて、超かわいい、なんかダボダボのスウェットのセットアップかなんか着てて、ブルーノートですよ、めちゃめちゃカジュアルに出てきてで、とんでもないボーカルを見せて、だからレイラってもう本当なんかずっとかわいらしい人なんだなってめっちゃ思って、超現役です ね彼女も。やちいみさんどこが好きなの？僕はもう本当にボーカルだけで白飯食えるっていうか中でもセルフポートレートってアルバムをすごい繰り返し聴いていて、うん、そうですね、もう圧倒的なボーカル力、うんうん、だから僕ライブも毎回2回ぐらい来日すると行ったりとかしていて、あまりにも最前列で歌いすぎて、それこそサイン会の時にあんた全部歌ってたわねって言われたことがそう、だからレイラってすごい見てるんですよね周りのことをね、あんなすごいことをやりながらそんな周りのこと見てるんだってすごいやばいですよね。また来日するよね。そうなんです。あ、そうなんですか、うん、そう今日ちょうど予約しようかな、今日から開始なんで、うん、あ、そうなんだ。どこでやるんですか？ビルボードで。ビルボードかな。またじゃあ何日も行くの？そうですね、最前列で、はい、うん、確実に。ちなみにメーターの時も最前列、あ、ね、動画が X で上がってましたけど、しかも Made for Me をコーラスの人が歌ってるところにこうマイクを向けられて、はい、とっさにオクターブ下で歌ってましたね。そうなんです、ビルボードで初めてのマイクを握って、ね、楽しいですね。その後しばらく自分の歌の反省してライブ集中できなかったんですよ。なんでちゃんと歌えてんだから大丈夫。この今回のね、この選んでくださったレイラの、うん、これ最新曲、最新アルバムから、うん、最新アルバムねじゃないですか、うん、しかもね冒頭の方に入っていて、で、うん、マイケル・マクドナルド、ね、なんか今この組み合わせっていう、驚きましたけど、最初は、ね、で、まあ、八千海さんの番組にねお邪魔させていただいたら八千海さんの大好きなレイラ、いや、さすがですね、この世代別新譜までカバーしてくれるデトックストラック私たちなんてもっとわがままに選んでるのに、いや、ちょっと見習わなきゃ、まあ、わがままいや最高です。いろんな年代通して選んでくださって、うん、まあ、自分の好きな曲っていう感じですけど、うん、R&B の中でもこういうのが割と好きだな、好みだなっていうのは、いや本当に何でも好きなんだけど、けどね、ちょっと切な系アップ、例えば、うん、アンバーマークのワースイットとか、うん、トニトニトニのテルミーママとか、あ、確かに結構アップなんですよ、切ない系と切ない系、そうけど切ないがポイントよ、はいはい、もうアッパーじゃないの、切なさを兼ね備え た、アップ。僕はミントコンディションってビートは結構立ってる、ね。あ、そうね、そうそう、ビート立ってるの好きかも、結局。まあ、なんか、ね、こんなデトックスで選べって言われて、そんな話もするのもあれなんだけど、まあ、もちろんそういうのも好きよ、もちろん。ヒーリングソングの。込み上げ系アップですね。込み上げ系アップ。もう涙流しながら踊る感じ。泣き踊り。泣き踊り。枕を濡らすんじゃなくて泣きながら踊る。泣きながら踊る。やっぱ現場叩き上がる。現場で泣いて踊ってたという、そうそう、まあ、R&B 人生だったということが今回よく分かったかなと。キーシャコーのラブも、もうあれもアップじゃないけど、まあ、で、ね、まあ、涙流しながら。そうですよね。はい、泣き踊りますね。はい、いや、最高のセレクションありがとうございます。はい、じゃあ最後にね、改めてちょっとイベントの詳細もご紹介していきましょうか、はい、9月の25日水曜日、 R&B をテーマにしたイベント、 It's All About R&B Powered by R&B Lovers Club オルタナティブ R&B ディスク会と観光記念イベントを明大前駅近くのカフェバー、リブレで開催します、はい、こんな感じでね、もう R&B について最初から最後まで語り尽くし、うん、踊り泣いていこうという、うん、そういうイベントなんですけど、今絶賛事前予約受付中ということで、はい、こちらね、当日は今回登壇者、うん、全員が異なるテーマでトークを、披露します。はい、川口さんのトークテーマは、はい、変化してきた R&B、 今だからこそ聞き直したいクラシック、そして現在のオルタナティブ R&B とのつながり、いやー、ね、楽しみ、これさっきの
もファレルの綱の続きが聞けるわけですから。続きも聞ける、はい、まあ、それだけじゃなくなんかちょっとまた広くね聞けそうな期待があります、はい、そして、書籍のね監修をされてつやちゃん、はい、つやちゃんさんはポップシーン全体における R&B の影響、こんなところにも R&B というテーマで語っていただきます。いや気になる、ね、つやちゃんさんあのすごい幅広いあの音楽に携わっている方なので、 そうですよね、いろんな視点で、はい、語っていただきまして、そして、はい、あいみさんと私やチーミーは、はい、マニアックに語るシンガーダンサー DJ 視点での R&B というテーマを持ってました、はい、マニアックって先に言っちゃったけど大丈夫かな大丈夫かな。この番組で話してる内容っていうのはもうちょっとこうリスナーとしての気持ちというか、うんうん、まあそういういろんな情報を扱ったりしているけど、もっとマニアックに、そうですね、あのちょっとデトックスさせていただきたいなって、うん、突っ込ませていただきます、はい、思っております、はい、本当にね、あの書籍ももちろんなんですけど、書籍のまたそのさらに先はね、うん、感じられるようなイベントになっていると思います、うん、で最後ね、登壇者全員で2024年そして25年の R&B 新予想、うん、これみんなが何考えてるのかちょっと本当頭覗くの楽しみね、楽しみですね、川口さんも、はい、みんなでパネルディスカッションまとまるんでしょうか、ね、どこに、ね、みんな着眼するかっていうのがすごい楽しみなんですけど、そして最後に、トークが終わった後ですね、はい、私、あいみとダンサー DJ のやちみさんがセッションすると、はい、何気に初セッションになりますね。セッションってセッション、はい、まあ、DJ プレイの中 で、 で、ね、あのちょっとライブというかね、はい、歌も歌わせていただいたり、もしかしたら2人踊ってるかもわからないですね、はい、はい、ということで、イベント自体は、7時半から、スタートで、会場は7時15分からですね。で、前売りは、当日お支払いいただくんですけど、2000円でドリンク込みということで、20名様は、先着着席できると、はい、それ以降でもスタンディングで、何名か入ることができるんですけども、はい、超秘密基地みたいな感じで、うん、もうすごいプレミアム会なので、ぜひ皆さん遊びに来てもらいたいなと思います。お願いします。はい、ということで今日いかがでした、デトックスランジ。あ、むちゃくちゃ楽しかったです、ね、嬉しいやっぱね、好きなものをについて喋るの面白いよね、うん、そうなんですよね本当に止まんないんですよ、ね、止まんないよね。これがまたイベントで続くと思うと楽しみすぎるんですが、そうですね、今日はゲストに川口真希さんをお招きしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな感想送ってね感想はですね、ハッシュタグデトックスラウンジ、そしてR&B ラバーズクラブで、ぜひお待ちしています。メールにも送っていただければと思いますので、皆さんお待ちしてます。お相手は R&B シンガーのあいみとダンサー DJ のやちいみでした。ありがとうございました。さようなら。さようなら。